験に出るポイントは上げれば上げるほど増えますよって、それは愛もそうですけど、不安、疑い、ネガティブなものも一緒なんですよね。皆さんこんばんは、カウンセリングサービスの穂波直美と申します。よろしくお願いいたします。彼のスマホの覗き見はなぜやめられないかについてお話ししたいと思います。皆さんの中には、人には言えないけど彼のスマホの中身をこっそり見てしまったという人いらっしゃるのではないでしょうか。浮気してるんじゃないかなって彼の LINE などを見てしまうんですよね。最近は SNS で彼の行動を細かくチェックしてしまうっていうこともあるようです。私もやりました。私の時代はスマホも SNS もありませんでしたから、当時の女性たちが何をやっていたかっていうと、彼のカバンの中身とかスーツのポケットを見るんですよね。持ち物検査です。私はもっぱら夫のポケット派でした。多くの人はそういうことをやりたくてやっているわけではないんですよね。こそこそやっている自分が大嫌い。できることならやりたくない。でもやめられない。なぜやめられないんでしょうか。皆さん、お財布のお金ありますよね。お財布のお金は人にあげれば減りますよね。物理的なものは何でもあげれば減ります。ところが心は反対で、あげればあげるほど増えると言われています。例えばあなたが大好きなペットのワンちゃん、かわいいねってこう愛情いっぱいかけてあげると、あなたの心がほかほかに温かくなって気分よくなりませんか。あれは愛をあげたから、あなたの心が愛でいっぱいになったんです。愛はあげると増えるんです。愛だけじゃなくて、心の中のものはあげると増えるんです。あなたが彼のスマホをこそこそ見てしまうとき、目の前に彼はいないかもしれないけど、あなたの心は彼に何をあげているんでしょうか。信頼でしょうか。愛情でしょうか。多分違いますよね。不安とか疑いなんていうものを彼に向けているのではないでしょうか。心はあげればあげるほど増えるとしたら、不安とか疑いを向けているあなたの心には不安や疑いがどんどん増えていくはずです。彼のスマホの覗き見がやめられない理由は、やればやるほど不安になることをやっているからなんですね。でもこの負のサイクルはどこかで断ち切りたいですよね。とはいえ、そもそも彼が疑わしいことをしたから私が不安になったわけで、彼が私に不安を感じさせなければいいわけですよね。そうしたらスマホだってチェックしなくて済むのにって思うかもしれません。だからどうか安心させてよ。ちゃんと愛してくれていることを分からせてよって思うかもしれません。彼が不安にさせるから信頼できないと私たちは思ってしまうんですが、実はこれ反対だったりするんです。つまり彼が不安にさせるから信頼できないではなくて、信頼しないから不安になると考えられるんですね。以前こんなことがありました。私が家の中を片付けているときに、くしゃくしゃになったレシートが落ちていたんです。広げてみたら、スカート1枚何千円って書いてありました。私が買ったレシートではありませんでした。うちは夫との二人暮らしなので、私じゃなければ夫のレシートでした。皆さん、これをどう理解するでしょうか。私はすぐに浮気だって思いました。そして真っ青になったんです。女性にプレゼントをするにしても、アクセサリーとかバッグとかじゃなくて、スカートを買うとしたら、それは昨日今日あったような関係ではないような気がしました。でも何千円って、プレゼントのくせにケチくさいなとも思いました。自分なりに一生懸命冷静に考えようとして、もし浮気じゃなかったとしたら何なんだろうって思いました。考えに考えた末、出てきたのは、夫が自分のために買ったのかなって思ったんですよね。私の知らないうちに夫が新たな趣味を見つけたのかもしれない。男性がスカート履いてもいいんですよね。最近ブラピもレッドカーペットでスカート履いてましたよね。でも当時の私は、夫がもしスカートを履くようになったとしたら、それは女性である私をもう愛さないっていうことの表れではないかなって考えたんです。浮気か新たな趣味かどちらかだと思いました。これは私が夫を信頼していなかったから真っ青になって不安になってそう思ったんです。もし私が夫を信頼していたら、そして夫が私を愛しているだろうって思っていたとしたら、こう考えたかもしれません。
スカートのレシートって何があったんだろう、後で旦那さんに聞いてみようと。私は夫が帰宅するまでこの先離婚になるんじゃないかっていうところまで考えて、とっても気持ちが暗くなって最悪の一日を過ごしました。夫が帰ってから話を聞いたら、実はなんてことはなかったんです。居酒屋で酔っ払ってビールをかけてしまった見知らぬ女性に弁償したっていうことだったんです。まあね、知らない男性にセンスもよくわからないスカートを買ってもらっても、相手の方は嬉しくなかったんじゃないかなとは思いました。で、その方もいいですっておっしゃったそうなんです。でも、うちの夫は人に迷惑をかけたら必死になって何とかしようとする、まあ、誠実で優しい人なんです。なので、彼らしいなって思いました。では、私の最悪の一日は何だったんでしょうか？レシート一枚でいろんな想像して、もう離婚かもしれないとまで思ったのは、私が夫の愛をずーっと疑ってきたからでした。では、疑うのをやめて信頼するにはどうすればいいんでしょうか？信頼するって怖いですよね。そう簡単に信頼できませんよね。そこで先ほどお話しした心は上げれば上げるほど増えるっていう仕組みを利用するんです。つまり欲しいものがあったら上げればいいんです。上げればあなたの心の中に勝手にその欲しいものが増えてきますから。彼にもっと安心させてほしいとしたら、彼に安心をもらうんじゃなくて、あなたが彼に安心をあげるといいんです。その一つがスマホのチェックをやめる、つまり彼への疑いをやめるっていうことなんです。ただやめるのは難しいかもしれないけど、これは安心を手に入れるためにやめるんだって思ってみるといいかもしれません。私は夫のポケットをチェックするのをやめました。では、彼を信じたとして、裏切られたらどうするのって思うかもしれません。自分が愛しても相手に愛されなかったら悲しいし傷つきますよね。だから相手が愛してくれるならば愛してあげてもいいわっていうことを考えます。いわゆる後出しじゃんけんみたいなものですよね。ところが恋愛の後出しじゃんけんをやっていると、もし彼に心変わりがあったりするとものすごく傷つきます。後出しじゃんけんまでやったのに心変わりされちゃった。反対に後出しじゃんけんじゃなくてですね、もうフライング気味でじゃんけんするように自分から愛情を示して自分から彼を愛そうとしてきたとしたらどうなるでしょうか。こんなに私が彼を大切に思って信じて愛してきたこの私を裏切るとしたら、彼にとってそれは簡単なことじゃなかったんだろうな、そうせざるを得ない苦しい決断だったんだろうなって思えるんです。恋愛がうまくいくための基本的な心の持ち方。それは、私は相手を信じて自分から愛しますっていうことなんです。人を自分から信じるのは怖いと思います。でも、お化け屋敷のお化けが怖いのは何が出てくるかわからないから怖いんですよね。あれ、電気をつけてよく見たら全く怖くないですよね。人を信じるのも同じ。信じるとどうなっちゃうかわからないから怖いんです。でも、いざ信じてみるとですね、そして相手を信じるっていうことがあなたの基本姿勢になると、あなたにものすごく自信がついて力が湧いて、こうやって愛していけばいいんだなって思えるんです。私は私の経験からもそう思います。皆様のご参考になりましたら嬉しく思います。私の話は以上です。ありがとうございました。コナミカウンセラーありがとうございました。しかしなかなかね、皆さんそんなに簡単に覗き見はやめられない、ね、まあ私も今の話を心にしてですね、まあコナミカウンセラーとは違うジャンルですけれども、覗き見はやめなければいけないなと心した、とても心温まる良いお話でしたね。本当にただ淡々と読み上げてるだけですけれども、試験に出るポイントはあれでしたよね。あげればあげるほど増えますよって、それは愛もそうですけど、不安、疑い、ネガティブなものも一緒なんですよね。私がちょっと愛をケチってるように、彼も愛をケチるんじゃないかななんていうふうについつい思っちゃいますよね。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時から
ニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス平のレクチャー映像が52本、音声だけの菊丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題、これ毎月550円で見れるってもう頭おかしくないですか。ここの社長簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス2万3100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。